おはようございます。杉山農場です。9月の22日でーす。昨日、目黒でね、午後から半日、小豆を借りました。それで、メンピーチャンネルさんとコラボ動画を撮りました。あとちょっとコンバインを使った感想なんかを、まあ、新型ね、コンバイン使った感想をちょっと喋りたいと思います。杉山農場。YouTube を見て、ゆうべ町のよろずよろずさんが遊びに来てくれました。イエーイ。また人、友達誘って遊びに来てください。はい、行きます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、杉山農場。一度ハンドルを外したんで、またキャリブレーションしてます。なんでハンドルを外したかというと、モーターに取り付けるブラケットを新しく作り直しました。で、前はこのコラムの部分に取り付けたんですけど、今度はこれ、こういうブラケットを作って、根元の伸びない部分の方にしっかり固定しました、ブラケットを。そしたら前はこの伸びる部分に固定してたんですよね。そしたら伸びる部分がガタガタ言ってたんですよ。なんでこのブラケットを作ったんで、このブラケットしっかり根元側に固定されてるんで、もうガタガタ言わなくなりました。もうガタガタ言ってません。前ガタガタ言ってたのは、伸びる部分のコラムがガタガタ言ってました。これで OK です。杉山農場。エスティマなんですけども、24万キロになりました。24万キロで、もうね、ちょっとやばいんですけど、ここ。ここ、なんかね、腐ってますね。ボロボロになっちゃってる、これ。ほら、これ。これもうダメかな。あ、取れちゃう、これ。これもなんか、ここ下側ね、こんななっちゃってんだけど。やばいな、これ。あ、なんか。あ、完全に。あ、やば、これ。え、これ、こんなとこ、あれ、ここって、またなんか、あれ、あ、完全に、ああ、なくなってんのか。やば。どうしようかな。取れちゃいました。取れちゃって、もう、あ、これなんか、もうサビで、あ、やばいな、これ。完全に。腐ってる。で、今錆びてるのを全部落としたらこうなっちゃいました。マジか、やべえな、これ。杉山農場。じゃじゃーん。それでは、新車の醍醐味は やらないためですね。新車買ったら必ずやるやつ。それじゃあ、このビニールを取りたいと思います。あれ、あ、反対する。あ、そうだ。被ってただけだ。取れました。じゃじゃーん。やったぜ。基本的なところは、380とほとんど変わってないですね。変わってないです。これアクセルも IQ にしておけば、これダックボコ入れた時に、自動でアクセル上がるんで、標準 OK ですね。基本的なことは変わってないですね。で、これメーターが今度2つになりました。なんで2つになったかというと、チップ層が右左の負荷が右左別々になった。これでチップ層の深さが分かりますね。バックモニターもつけてもらった。これは自分で用意した Amazon で買ったバックモニターをつけてもらいました、うん、あと何も変わってないですね。変わってないな、本当に変わってないですね。あと変わった、すごく変わったことがあります。あ、このこれパーキング、これペダル、そのまま踏み込めばロックがかかる。これいいな。で、ここで解除ができる。あ、これすごい使いやすくなった。
これは使いやすくなったな。これリモコンも、これリモコンも前のやつと同じだね。前のリモコンと同じ。ちょっと一回ちゃんと動作確認しておかないと。380と基本的な構造は変わってないけど、これはしごがついた。400にははしごがついてるんだよね。で、これ燃料は、ここ開ける、ここをこうやって開けて入れるようになった。タンクもちょっと大きくなったみたい。足回りも変わってないのと、バッテリーがここにある。前後ろにあったのに。今ここになったのと、色がちょっと濃い紺とグレーと、これ横とかは、ここら辺も変わってないな。変わってないですね。変わってない。あ、外れちゃった。中も変わってない。同じ380と同じパイプです。これも変わってないな。いいね。多分このままオッケーでいける。よし。で、大きく変わったのが、なんだっけ。あ、これこれ。このピボット。これがね、変わった。これ前のやつより、かなりへじづらいらしい。いさそうです。あとこれ、ここ。ここがね、蓋開くようになって、このラチェット。これね、36の。これ、大きいシノがついてる、ソケットレンチ。これ僕こう延長してありますね。これ多分一石オリジナルだけど。これをここに入れて、これを回すと、これなんと、こうやって逆転できる。これね、これはめちゃくちゃいい。今までね、詰まったら大変だったんだよね。これ結構、自分の場合は、高速で走るんで、大量に入った時に、オーガが止まりやすいんで、結構張り気味にしてあるんですね、ベルトをいつも。張り気味にしてあったら、やっぱり、詰まった時結構ガッチリ詰まって、もう取るの大変なんですね。だけど、これがあったらめちゃくちゃいいですね。これ、いつからついてんの？これ、もう、これ405だから403の時についてもうなってんのかな？これいいですね。これここに、ホルダーにあってここにつけとくみたいな。この荷札、出荷証って書いてありますね。これ熊本で作ってますよ。熊本から出荷されてます。遺跡株式会社熊本。熊本からようこそ。自分の場合は胴長短足なんで、これ380で使ってた、底上げ台。自分で作ったやつ。これをまた引きました。これがないとね、あの足の裏がちゃんとね、床につかなくてね、疲れるんでね。常につま先立ちみたいになっちゃうんで。これを敷いておきます。で、これに、この工具箱が、ここにぴったり入る。これで、これがずれない。オッケー。バッチリです。自分の場合は、ここについてた還元板。これですね。これを、ここに、このタイプ。これを、ここにつけて、ここをボルトで止めます。そしたら、2番で戻ってきたやつ。2番は、全部シリンダーの前に戻す、全戻しにします。自分はこの設定でやります。本当はこのセッティングじゃないんですけど、鞘を全部、これ揉むような形。そしたら、シーブに戻すものがなくなるんで、なんていうかな、製品の方に、たまに鞘ごと入っちゃうことがあるんですけど、それをなくすために、こう2番全戻しにします。で、これでここボルトで止めて、で、2番は完全にこう塞いだんで、2番こう来たやつは、ここからシリンダーの前に落ちるようになって、2番全戻しです。ダイズもね、この仕様でやるんですよ。こうすると、お流になるから、こういう風にはしない方がいいっていう、設定なんですけど、ダイズも、
茎までちゃんと水分が抜けてるものを刈れば別にこれでお湯になることはないのでこれ大丈夫です。あとはこれ大丈夫かな。あとはここの小木戸の壁、ここにはこのカッターを必ずつけておきます。これ小豆も大豆もこれつけておきます。これがないと機械が重くて走れません。金時だけはねこれつけといたらダメですよ、豆切れちゃうんで。これで OK だな。刈り取りのこの2本のベルト、ここにかかってる2本のベルト、エレベーターとか前の大側を回してるベルトが、エレベーターとか前の大側を回してるベルトが、ここ刈り取りのね2本かかってるベルト、ここのベルトを張るテンションめちゃくちゃ調節しやすいところにありますね。多分ねこのベルト一番調節するんですよね。ここをちょっと標準よりは自分の場合は張っておきます。それじゃないと前がすぐ詰まっちゃうんで、でもここ本当は貼っとくとね、やっぱり負担かかってこのベルト2本ね切れやすくなるんで、でここの2本のベルトが切れたら結構交換するのが大変なんで、本当はねあんま貼らない方がいいと思うんですけど、自分の場合は1日3丁刈るのを刈るっていう前提でやってるんで、ここをちょっと貼っておきます。で380の時はここキャビンと小木戸の間狭いところに調節するのあったんですよね。これ前すごく調整するの大変だったんだけど、これめちゃくちゃ貼りやすいところに、これやっぱりちゃんと考えて作ってありますね。素晴らしい、新しいのはいいです。ここにつけてあった、前向きでつけてあった作業灯はこう横の下向きにつけて、ここ左側を照らすように付け直しました。前の機械と同じようにハイリフトタンク仕様です。ハイリフトタンク仕様はうちの場合はエルフに差し煽り2枚刺した状態で開けれます。あとはこういう枠にこの網のフレコンをセットして、トラックに乗せてあってもハイリフトタンク開けれます。杉山農場。目黒に仕事に来てメムピーチャンネルさんとコラボしました。メムピーチャンネル初コラボです。初コラボですよ。メムピーチャンネルの杉山農場ということで、これはすごいコラボですよ。落花生祭りの、PR 動画を撮影しました。これ自分の動画の最後にリンクを貼っておくんで見てください。はい、ぜひ見てください。ほんとね杉山さん最高でした。最高です。一言で言うとそれにつきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いい人がもうにじみ出てるから、ね。そうですね。もうこぼれ落ちてます。いい人が。ありがとうございます。コラボできてよかったです。またよろしく。はい、お願いします。ありがとうございました。またねー。杉山農場。いやーもう新しいコンバイン絶好調だ。これ405、前の380と比べて2馬力上がったみたいです。2馬力上がっ
ったけど、実際仕事してたら、そんなになんか馬力が上がったとか、そういう感じはわからないですね。で、作業能率もほぼ変わらず、あと、まあ、使い勝手も全く変わらないですね。今までと同じ。まあ、380はほぼ完成品って言われてたんで、もうキャビンも全く変わらないし、ほぼ同じです。ほぼ、使ってて何も今までと変わらない、違和感なく使えてました。で、まあ、良くなったのが、このやっぱりね、この横のラジエーターのところのこのファン、この網の部分にゴミが溜まって、定期的に逆噴してくれるんで、ここにゴミが溜まらない。これが本当にめちゃくちゃ良くなりましたね。これは本当にいいと思った。あとは、このチップ層の負荷メーター。これ左右独立した負荷が分かるようになったんで、これだけで仮高さ分かります。これだけで仮高さ分かりますね。本当にこれ、本当に良くなりましたね。良くなった。あと燃料タンクも大きくなりました。燃料タンクも大きくなったんで、昨日2丁2タンしか買わなかったんですけど、まあ2丁5タンぐらい。枯れそうですね。あとは、はしごがついたのと、まあ、これまだ昨日登ってみてない。登ってみてないけど、いい感じでした。すごくいい感じ。ぜひ皆さん買ってください。350もね、ちょっとですね、仕事手伝いに行って乗ったことあるんですけど、350と380の差はちょっとでかいんですよね。なんで、350以前の機種を使ってる方は、ものすごい進化を感じると思います。びっくりすると思います。これはいいと思います。で、380使ってる人でもね、まだ380、入れ替えたら、下取りもいいと思うんで、これぜひ入れ替えてほしいですね。これは、本当に逆転ファンとかめちゃくちゃいいですし、前の大型をね、エレベーター回してるテンションの張りもすごいやりやすくなったんで、本当に、そういう改良はしてあるのがいいですね。本当に整備もしやすいですよ、これは。いいですね。HC405 でした。杉山農場。9月14日に巻いた小麦です。CH ナビ使ったやつ。つなぎも3メートルでセットして巻いた CH ナビで巻いた麦。つなぎもね、これ間も空いたりもせず、近くもなったりせず、ちゃんと間隔もぴったりで、ちゃんとまっすぐ大丈夫ですね。 CH ナビ優秀です。で、傾斜がどうなったかというと、11度の横傾斜のきつかった場所、ここでトラクターが止まって見た場所です。ここです。ここなんですけど、大丈夫ですね。これつなぎも隙間空いたりしてないです。大丈夫ですね。山側も谷側も大丈夫です。間隔ぴったりです。うちはもうこれ以上の傾斜がないんで、11度以上の傾斜の検証はできないんで、もしね、もっと傾斜がきつい人、多分、もっとね、傾斜がきつい人いると思うんで、CH ナビ使って、傾斜も大丈夫ですよっていうのを、ぜひね、なんか Facebook でもインスタでも投稿したら、投稿してください。CH ナビ傾斜も大丈夫で、まっすぐはもちろんのこと、傾斜も OK、もうバッチリでーす。杉山農場。これメンピーさんにもらったレトルトゆで落花生、これいただきました。じゃじゃーん。やべ、うめえな。これめちゃくちゃうまい。ゆで落花生、やべ、これやめられない、止まらない。これは止まらない。うまっ。おい、皆さん買ってください、これ。
これ美味しいです、めちゃくちゃ美味しいです、買ってください。あと落花生祭りの、これが落花生祭りの案内です。これぜひ皆さん来てください。落花生祭り、子供も楽しめるそうです。これぜひ皆さん来てください。杉山農場。あとね、 iPhone を iOS16 にねアップデートしたんですよ。そしたらこれめちゃくちゃいい機能がつきました。あ、今お時に激しい雨が降るみたいです。めちゃくちゃいい機能がつきました。これ写真の、これコンバイン撮影したやつ、これをこうやってタップします。そしたらこれこうやって切り抜きができる。で、切り抜いたらここで離すと、ほら切り抜いた写真が、これサムネイル作るのに使える。これ動画なんですけど、動画もこれ一時停止したところで、一時停止したところでこうやってタップすると、これこうやって切り抜きできちゃう。でここで離すと、ほらここに切り抜きされたやつが、ほらこれもね、サムネイルに作るのに使えますね。この機能はすごい、めちゃくちゃ便利。だからこうやって自分が喋ってるやつ、喋ってるやつもここで一時停止して、例えば自分の顔こうやりますよ、ほらこれ自分が切り抜きできちゃう。これ戻って離すと、ほらここに自分の顔が、めちゃくちゃ便利。これこれいいですね、本当に。これからサムネイル作るのに使います。杉山農場。